こんにちは、楽読インストラクター食生活アドバイザーの矢野平です。今日はですね、ちょっとダイエットのですね、ことをいろいろ調べてたら、免疫力を上げる方法というのをちょっと、食生活でも、見つけられましたので、ちょっと、ご紹介したいと思います。まずですね、体を、健康にしましょう。あとは、疲れる食べ物をやめて、疲れを撃退する食べ物を食べましょうというちょっと勉強してたんですけども、その中で、免疫力を上げる食べ物というのを見つけました。まず、体温がですね 36.5 度を目指しましょうというのが一つありました。どうしても、体が冷えていると免疫力下がります。体温が1度下がることで多分、免疫力は4割下がります。なので、冷え性の方、できるだけ体を温めましょう。生姜とか、あと、唐辛子とか、カプサイシンか、その辺が、体を温めますので、ぜひぜひその辺を捉えたらいいと思います。それとですね、免疫力を上げるって言いますけど、要は何を上げるのってなりますね。血中の、白血球、が、要は免疫力の主力なんです。その中の顆粒球と、リンパ球というのがあります。その中で、リンパ球の方が大事です。リラックスすると、リンパ球が活性化します。なので、リンパ、球の中の、NK 細胞であるとか T 細胞とか B 細胞とか、そのあたりが、バイ菌をやっつけてくれる細胞ですので、それを、活性化しましょうというのがあります。熱を作り出すものを食べましょうみたいな、ことも、あります。体温を上げる、次に、血流を上げる、そして代謝が上がる、で免疫力が上がります。おすすめは生姜、ニンニク、唐辛子、あとは良質なタンパク質。タンパク質が、不足すると、免疫力下がります。あとはビタミン B 群、ビタミン A、C、E、抗酸化作用のあるものですね。その辺もおすすめです。中でもビタミン B 群ですね、緑黄色野菜、あと豚肉、あたり、そのあたりも非常にいいです。あと免疫力アップ、じゃあ実際何食べればいいのということで、いくつかおすすめがします。じゃがいもと鶏肉、じゃがいもにはですね、ビタミン C、カリウム、パントテン酸、あと、その辺が入ってます。それと鶏肉、鶏の胸肉かな、そのあたりがいいと思いますけど、マグネシウムとあとビタミン B が入ってます。あとタンパク質ですね、これが相互に噛み合って、ものすごくいい力を発揮してくれます。あと熱処理したニンニクとカツオ、ニンニクにはですね、アリシンというあの成分があるんですけど、それがちょっと、匂いの成分ですね、あれがあまりにもちょっと体にきついんで、できれば、ニンニク漬けとかにするか、あとは、焼く、もうそのまま焼いた方が一番いいんです。切ったり潰したりするとアリシンが出るんで、それを出さずに、そのまま焼く、なので、カツオと一緒に焼くとかその辺でいいと思います。焼くとですね、熱処理すると今度、
アリチア、あの、アリシンがアリチアミンってなりますので、それが、ものすごくいい働きをしてくれます。あとカツオはですね、まあ、EPA、DHA が入ってます。それに、アンセリン、あとビタミン B 群もあるので、一緒に摂るとまたこれも免疫力が上がります。最後に牡蠣、牡蠣はもうスーパーフードですね。もうグリコーゲン、タウリン、亜鉛、あと何があるかな、鉄、その辺が入ってます。それに合わせたいのが、まあ、お酢、まあ、クエン酸ですね。それを一緒に摂ることで免疫力がつくとなってます。あとですね、実際食べ物だけで大丈夫なんってなるから、今はちょっとまだ調べ中なんですけど、まあ、よく聞くのが睡眠時間を7時間は取ってくださいと。睡眠時間が落ちると免疫力低下します。プラス、お風呂の入るとき、首まで使ってください。首まで使うと肩こりとかも良くなりますので、まあ、肩まで使いましょうということです。それで、体温が上がりますんで。あともう一個、ゆっくり息を吐く、これ結構大事ですよ。3秒吸って、吸うときは交感神経なんですよね。で、で10秒吐く、まあ、吸った分の倍は吐きましょう。3秒吸って10秒ふーと吐くと、吐くときは、副交感神経の方が優位になります。副交感神経が優位になるとリラックス状態になります。なので免疫力が上がる。今日は以上ですね。まあ、体温を上げよう、体温を上げて血流、代謝、免疫力が上がると、食べ物、じゃがいもと鶏肉、ニンニクとカツオ、あと牡蠣とお酢、最後に、まあ一日の行動ですね、睡眠時間、あとはお風呂と、深呼吸をしようということで免疫力は上がっていくと思います。あとですね、ヨーグルト、あれを水溶性食物繊維と一緒に摂ると、体の中の乳酸菌を取り入れることができて、それが、水溶性食物繊維を食べて、体の中で膨れます。勝手に乳酸菌が、水溶性食物繊維を取って、食べて増えてくれます。これもできればやってみてください。グリーンスムージーと、ヨーグルト、普通のヨーグルトで全然いいです。ヨーグルトもですね、詳しく言うと長くなるんで、またあげます。今日は以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。